お疲れ様です。まずは昨日の動画、モンスタートラックの最新アソートの紹介したんですけど、そちらの追加っていうか、まあ、それからさせてください。思い出したこととかがあって、で、昨日このビッグフット、なんかいつものビッグフットと違うよね、とか言って、で、2021年になんか出たらしいよ、とかそんな感じで言ってたんですけど、まあそもそもがこれだよ、と。ポディウムクラッシャー2022年なんですけど、2021年も出てたのかな。これと同じもので、まあ色が変わると名前が変わるタイプだよねみたいなね話をしてたんですけど、じゃあね、まあそういえばこれとも一緒だよねみたいな、エレクトリックビッグフットですね、これと一緒だよねみたいな話してたんですけど、よくよく考えたらさ、これポディウムクラッシャーって同じ、確かアソートに、なんか同じようなやつなかったっけみたいな感じで。あ、同じアソートだっけ、どのみちその、同じぐらいの時期にリリースされた、こちらガンクスター。これと一緒だよねとか、いうのを、なんだろう、これの紹介するときに言ってたんですよね、動画で。こちらですね、ガンクスター。で、まあアニメにも出てるし、有名なやつだと思うんですけど、これまあ全部一緒ですね。名前が違う。ガンクスターにポディウムクラッシャーに、ビッグフットに、エレクトリックビッグフット。全部同じですね。そんなことが多い。で、かつ、どっちが先かがわかんないんですよね。これ、もともと出てたやつの再販なんですけど、なんだっけ、ビッグフットセットとか、なんかそんなの、8パック、8台セットかな。で、ガンクスターもね、なんかターゲット限定で出てたらしいけど、その翌年に出たのがこれ2022年版なんですけど、で、これもなんかちょっと珍しいっちゃ珍しいような感じなんですけど、このガンクスター、なんかアニメに出てるから、結構なんか再販されてるイメージがあったけど、2022年のこれ、さっきのパッケージのやつ、以来出てないんですよね。で、いつだっけ ?3 月だっけな、大量に発売された時、モンスタートラックが。あの時出た8台セットの中にこれ全く同じものが入ってるんです。だからアニメ見たお子様いるのかな、モントラ欲しいってなってガンクスターを探し回らなくてもいいっていう意味ではいいセットですよね、逆に言うと。で、割と最近モンスタートラック集め始めたよ、ハマったよっていう方は、あれ買わないとこれ手に入らないんですよね、ガンクスター。まあ大多数の方にとってはどうでもいい話でしたね。で、モンスタートラックの最新アソートは結構、なんかいろんなとこに残ってたみたいなお話ね、コメント等々でいただいたんですけど、やっぱこの2種が人気だったかな。ハイテールホーラーと、なんだっけ、ワイルドレッカーか。デイリーデリバリーじゃなくて。なんですけど、そう。だから、結構残ってる残ってるって言ってても、この2台とか、もしくはこれ、ハイテールホーラーがないよ、みたいなね、感じで。ご報告は受けております。ご報告教えていただいておりますね。あとあれだ、日曜日入荷の地域でも、バースデーさん、まだ入荷なってないみたいですね。あ、土曜日発売分のモンスタートラックがね、入ってないみたいなんで、まだ、どうなんだろうね。昨年末ぐらいからさ、なんかモンスタートラックに関しては、バースデーさんね、結構なんかルーティン的に入らないよね、日曜日に入ったり、まあ火曜日から木曜日の間のどれかで、翌週のね、大体。そんな感じじゃなくなりましたね。どうなるんでしょうね。私はバースデーさんに入ったら、ちょっと増やしちゃおうかなとか思ってたけど、結構厳しいのかな。また変なタイミングで入ったらね。んで今日はこちらですね。アマゾンさんから届いております、ホットイールモンスタートラックトランスポーターアソートですね。これ、ほら、面白いよ。HWMT、モンスタートラックですよね。リグスってなってる。で、これやっぱ 986B だから B ミックス、ミックス B? B アソなんすよね。A アソどこに飛んだんでしょうね。とりあえずこちら今日はね、やっていこうかなと思います。楽しみにしてたんだよね、個人的には。新しいね、シリーズなんで。ジャンクスタイル。箱の大きさ的にはそうですね、チームトランスポートの箱よりもちょっと分厚いっていうか、あの高さ的にはそんな変わんないぐらいかな。そこまででかくはないです。まあそもそも4つしか入ってないしね。私現物見てないんですよ、まだ。売り場に行ってないからね。売り場には行ったけど、これを売ってるようなお店に行ってないんで、はい、こんな感じで入っております。まあ、ワクワクドキドキ、どのくらいの大きさかも全然見当がついてるけど、見てはないからね。
超でかいんですけど、やば、かっこいいね。え、これはザ909でいいのかしら ?909、はあ、109だとギャルがいそうだけどね。あ、かっこいい。ボンシェイカーですね。やべえ、かっけえ。あ、これは乗っけるんじゃなくて牽引か。あ、これ遊び方は変えてあるね。え、これ変えてあるのと変えてないのとあるよね。これ変えてないよね。これボンシェイカーはこう書いてあるよ。やべえ、興奮してきた。タイガーシャーク、めっちゃ曲がってるけどね、ここカードが。タイガーシャークは引っ掛けるよって、引っ掛けるのやつじゃないやつは乗っけろってことか。かっけえ、波みたいになってる。タイガーシャークパワーアップしてる。かっけえ、すっげえ、やっべ。サイ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 、ライノマイト。かっけえ。でかい、そして。あれ?ちょっと待って、これ。これは牽引かな?だよね。か、遊び方は変えてあるのと変えてないのって。あ、これ変えてあるか。牽引のやつは変えてあるんだ。そうだ、そうだ。何言ってんだ。やべえ、やべえ、やべえ。あ、興奮してきた。ドキドキする。これ、ドキドキ開封やります。これ結局1台いくらだったんです?私、Amazon さんで買ったんで、しかも多分予約した時と金額変わってるんですよね。だから、いくらか確認してないんですけど、店頭で、見られた方、これ、いくらだったか教えてくださいね。はい。山田電機だといくらだったよとかさ、トイザラスだといくらだったよとか、ドンキだったらいくらだったよとかね、そういうの覚えてらっしゃったらね、教えてくださいね。いくらか、1200円は超えてるよね。1500円ぐらい?そこまでしないか。え ?1200 円 ?1500 円までいかないか。なんで同じことをループして言ってるんだろうね。とりあえず貧乏開封で、開けてみたんですけど、美味しいやつからいくからね。私、美味しいものからどんどん食べていくタイプだからね。後の方に残さない。ボンシェイカーですね。これやっぱ一番人気かな。なんか、こちらのアソートは結構残ってたよって言われるけど、あ、下もちゃんとブリスターになってる。そらそっか。方でも、ボンシェイカーは買ったよとかね。ボンシェイカーだけなかったよとか言われる方もいらっしゃいましたね。これ、でけえなぁ。かっけえ。タンポなんかは、いわゆるモンスタートラックのボンシェイカーみたいな感じで、6輪がそれぞれ稼働しますね。6輪つれ違う。それぞれっていうか、まあ全部ね。単純になんだろう、モンスタートラックを6輪にしてでかくした感じ。あ、やべえな、これ。かっけえな。これは、ブームっていうか、アームっていうか、これだけ?上下はしない。上下はしない。この辺のタンポなんかも細かいですね。印刷。意外といいね。さすが高いだけはあるぜ。この辺のタンポの質もいいね。質がいい。で、やっぱりマットブラックっていうか、半ツヤぐらいかな。で、もうほんとボンシェイカーっぽくて。ボンシェイカーっぽくてっていうか、まあそうなんだけど、この前半だけ見たら、モントラのボンシェイカーっぽいっすよね。これに牽引させた赤黒といえばですよ。これだよね。これどこに引っ掛けるの?これ、え?こういうこと?こういうことかしら?ああ、なるほど、なるほど。ここの部分に、これをはめる感じ?こうでいいのかしら?正解?わからんの?イラストは?なんか多分合ってる。車輪に?車軸にって感じ?あ、でもこれでいいのか。こういうことか。こう車軸にきっちりとやった方がいいみたいですね。こんな感じで。そう、しれっと出してるこのボンシェイカー。異変に気づいた方は、偉いです。通常バージョン、こちらですね。いわゆるボンシェイカー。だから、ホイールもこれ一緒だと思うんです。これでね。あ、こうした方がはめやすいね。ほら、こんな感じで完成するんですけど、これ、ホイールが違いますね。かつ、ルーフ部分、違うんですよね。タンポがないんですよね。これあれだよ、コストコで売ってた8台セットの、1台セットじゃないね、6台だったかな。でっかいやつ。あれについてたやつなんですけど、よくよく見たらこれ、違うよ、みたいなさ。ホイールのリムの色も違うし、ホイールの、ね、
白だし色がここ担保ないしで、あ、バージョン違いだったみたいなさ、気づかなかった、まあ、これも大多数の方にとっては本当にどうでもいい話なんですけどね。でライノマイトですね、こちらサイのやつ、色違いの緑がこの間あれ切れてない、トイズラスさん限定で出たと思うんですけど、そちらね買ったよっていう方も多いんじゃないですかね。こちらのなんだ灰色っていうかなんだグレーのやつはよいしょ、結構前に出てるみたいなんですけど私持ってないんですよね、ごめんなさいね。こんなね、うわかっけー、質感よ質感、このなんかたまんないっすね、たまんないっすね、なんだろう、もうミニカー触ってるっていうよりそういうフィギュア触ってる感じがする、これたまんないっすね、たまんないっすね、やべでけえしかっけえ、これいくらなのよ、ほんと値段が気になるわ、特に担保はないかな、でサイン持ってくればよかったけど忘れたんで、これでも乗っけちゃう、ああ乗るね、乗るっていうかめちゃめちゃ無理やりっすね、もうちょっとでかい方がよかったんじゃないですかね。あ、ちなみにそうだ、チームトランスポートと比べるとこんな感じですね、これ持ってきた意味は特にない、その辺にあったからこんな感じでね、こういうギミックはないね今回ね、でかいちょっと私が興奮するの分かるでしょ、分かるでしょ、金額的にはどうなんだ、あーほんと分かんない、足したらそんなに変わんないぐらい、これもだって今チートラも2500円ぐらいするからね、はいはい、こういうセットで出そうですよね。ああ、チームトランスポート好きだったけど、これ比べるとね、迫力が全然。ああ、これは遊べるね。そうだね、もう対応するような車種でセットとかだったらね、よかったんですけど、めっちゃ金額上がりますよね。すごいよ、もう8輪8輪。あ、そっか。これ、タイヤがちっちゃいのか、結構。タイヤもうちょっとでかくてはね、標準的な、モンスタードラッグのサイズだといいと思ったけど、同じか。なんででっかく見え、でっかくちっちゃく見えた。同じやん。すいません、すいません、すいません。すいません、本当ね、今見てデビューというかしてるからね。ザ909ですね。これってモントラあるんですかね、調べりゃよかったですけど、すいません。んでもこれ、さっきからちょっとイラスト載ってるのは対応するやつじゃない。これデモダービー載ってますよね。さっきボーンシェイカーとかレースエースとかだったし、ね、なんかそれじゃないんだ。で、これかっけえ。すごいね、これね。ああ、ね。担保もしっかりしてるし、え、ここなんだ、コーションマーク的な、ちょっとボーンシェイカーもそんな感じだったけど、ちょっと違うけどね。なんか、カーズでできそうな感じですよね。また今度、出んのか、でっかいのが。で、これは積載か。こんな感じで、おぉ、しっかりと、あ、ここなんかウィングがあって、ここでロックじゃないか、後ろには滑らないですね。これかっけえ、ここも造形してあってすごくいいね、すごくいい、マックって感じ、分からんけど、ホイールは鮮やかな青で、ここは赤でもよかったかな、でもいいか、あーべえなこれ、あーかっけえ、ちょっとレトロな感じなんで、レトロなやつが似合うかな、あ、ホイール赤が良かったかな、やっぱ。あ、でもどうだろう。楽しい。これ何なのか分かんないですけど、どういったあれなのか分からんけど、分かんないですけど、ここの部分が。でもなんかそれっぽくてかっこいい。メカメカしい感じが。おー、やべえっすね。こんなんなんぼでも遊んでられますね。楽しい。ちなみにこれ乗らないことはないですね。
うん、いけるいける。で、タイガーシャークですね。シラが、はいはい。あー、やべえ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 。あー、もう見るからにやべえ。タイガーシャーク、やべえ、かっけえぞ、みんな、やべえ。ほんと、ゾイド感が増してる。あ、これ、やっぱちょっとでかいからさ、タンパがでかいから、なんだろう、虎の目とか、目とかっていうか、虎のタンパがね、結構目立ちますね。で、ここ波打ってる感じになってて。これは何？え？え？え？あ、こんな感じ？ギミックあり。ちょっと伸ばして、こんな感じ。で、あ、すいません。タイガーシャーク持ってくの忘れた。もういいよね。もういいよね。こんな感じで。おー。あ、そうだそうだ。昨日言われてたんですよ。これこれ、あの、モンスタートラックの最新アソートの方に入ってる。なんだっけ？トールと。あの、これ、マークが衝突実験のマーク、衝突実験、衝突試験のマークっぽくないって感じで言われたけど、そうかもね。ってことは、試験用なのかな。待って、これもさ、これですね、これの衝突試験した後、気づかなかった。だから、ガンクスターとか、ポディウムクラッシャーとか、ビッグフットとか、エレクトリックビッグフットの潰れた版だ。全然気づかなかった。大多数の方にとってはどうでもいいことなんでしょうけど、あ、すげえ、全然気づかなかった。なんだろう、おっさんがなんかいろいろ空想しては、なんだろう、あの、そんな風に思い出したというか、発見したと思ったら笑いますよね。こんな感じで、あの、潰れたやつをね、牽引するのもいいんじゃないみたいな感じでね、言われたけど、確かにいいね。あ、それっぽい。なんだ、でもイメージ的には、これから、あの、モンスタートラックのショーが始まる時の入場みたいな。そうでもないか。やっぱ、でも、緊急車両っぽくはないから、この壊れたやつを牽引するっていうより、なんだろうな、難しい。まあ、どうでもいい。楽しい。すごくない？あ、これ同じだ。なんかめちゃめちゃ興奮してる今。いろんなことに気づいたり、これもなんかかっこいいし、楽しい。今日の動画楽しい。もちろんですけど、規格が同じなんで、こんな風に牽引ができますね。トランスポーター同士で。んで、今日は、新アソートっていうか、新シリーズっていうかね、の、なんだ？ホットウィールトランスポーターアソート見てったんですけどね。いかがだったでしょうか？どれが良かったかな？全然映ってない。映ってる、映ってる。入ってる、入ってないな。難しい。長いからね。画角が、こんな感じでいかがでしょう。はい、どれが良かったかな？皆さん、どれもいいよ。やっぱボーンシェイカーから売れてたみたいな。あー、ごめん、これ見逃しにちょっとレアなやつ置いてた。ボーンシェイカーから売れてたみたいですけど、そうっすね。私も増やすんだったらボーンシェイカーと思ったけど、あー、これ、そうか。やっぱなんだろう、パッケージ戻してパッケージごと飾りたいけど、ちょっと重たいから、いやー、どうだろう、ここ痛みそうだけど、フック部分が。まあ、こう、吊るす、あ、でも、あー、2台ずつ欲しい、欲しい、あー、もう一ケース買う？ちょっと安くなってた？もうちょっと安くなる？やべえ、これ、でもお金ないぞ。ボーナスか、ボーナス。夏のボーナス出ないかな？あれ？ 6 月のなんちゃら減税はどうなった？あ、僕の元に入る？なんかいろいろ考えてる。4台でいくらぐらい？ 7000 円近かったのかな？ 7000 円ぐらいか。ちょっと金額全然覚えてなくて、どっか安いとこあったら教えてくださいっていうか、セールなんないかな。3割引きぐらいになったらもう1ケースぐらい買いたいな。これ楽しい、これ楽しい、マジで楽しいっす。すいません、あの、今日はね、ただただ楽しい、動画でしたね。久しぶりって言ったら、まあちょっと他のミニカーとかに失礼だけど、新作紹介でこんなに興奮したのは久しぶりっすね。やっぱ新しいものっていいね。今後継続してこちらのシリーズ、出るのかちょっとわかんないですけど、でもミックス B になってたかミックス A っていうのがあるのかな。それ出してくんないかな。まあでも、いいよ。願わくば同じセットで、あの、なんだろう、これに対応するようなモンスタートラック通常のやつを
セットしてくれるともっとね、いいかな。値段が上がっちゃうか。一アソート2台ぐらいにして、あのモンスタートラックとセットのやつ で毎月出してくれるとかね。そんな感じでいかがでしょうか。もうチートラ買わなくてこっちを買うかもしれないね、私。まあ、それだけ楽しかったっす。あ、で、昨日ちらっと6月はモンスタートラック出ないかなとか言ってたけど、全然出るね。出る。月末近くに出ますね。そっか、6月5週あるかな。ああ、そろそろもう6月の発売予定をまとめた方がいいね。やります。でも結構まとめなくちゃいけないのが溜まってきたね。新作の種類が多いとなかなかね、動画が追いつかないっすね。とか言い訳しながら、今日はこの辺にしたいと思います。各 SNS、X、Instagram、フォローの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録、よかったらね、お願いいたします。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。楽しい。